大切さを語りました。新潟市の小学校でアルビレックス新潟の本間勲選手が特別授業を行いました。新潟市西区の青山小学校にはアルビレックス新潟の本間勲選手が登場しました。この夢の教室は夢を持つ大切さを伝えようと日本サッカー協会が全国各地で行っています。アルビレックスの現役選手が先生役で教えるのは今回が初めてです。体育館で一緒に体を動かした後、本間選手は教室でプロサッカー選手になるまでの道のりを話し、夢を持つ大切さを語りました。先生の今の夢はこれです。まだですね、これは叶ってないんだけどね、これを叶えるために一生懸命毎日練習して、その後心に抱いている夢を紙に書いた児童たち、それを発表して将来の夢について改めて考えました。仲間と夢が一緒に残りました。絶対に夢を叶えたいって思いました。どんな夢ですか？プロサッカー選手になることです。本間先生と触れ合い、児童も夢に向かって頑張る勇気をもらっていました。行きます、はい、さて、新潟市の廃棄物処理業者の跡地で放射性廃棄物を保管するためのドラム缶が見つかった。